久保さんいろんな噂立ってるらしいじゃないですか <laughs> 僕はね多分ねこの原動力強いですね、あのー、昔のねことをいっぱい使います <laughs> 昔の原動力底なしですからね底なしで,そうで今回店ですねまああのー、まあ前の会社の話をするならば 一番最初のスタートって、恵比寿マンション604号室っていうちっちゃいお店だ、ちっちゃい事務所だったんですよ。で、そのちっちゃい事務所でもね、まあ、一回はそのバ取ったんですけど、社員と上の人でね。で、まあ、その、<laughs> なんかその、まあ、いろいろバ取ったことがありまして、で、上の人が、まあ、給料どれぐらい取ってるかって三百300万ぐらい取ってるみたいなね、200か300ぐらい取ってるみたいな、役員報酬取ってるんだみたいなね。 みたいな、あまあ、そのお金の話もちょっとしたことがあるんですけど、まあ結論、その恵比寿マンション604号のちっちゃい,いとこでちっちゃくやってても、まあ、役員報酬2、300万取ってる月、月2、300万取ってるっていうね <laughs>、話で、別に生きていけるわけじゃないですか。だからまあ、お店ってちっちゃいお店でも、儲かってるお店は、まあその1億とか2億は分かんないけども、 別に自分が自由に生きてるね。僕が一番ネットビジネス始めた時に憧れたのはパソコン1台で月収100万っていうキャッチコピーに憧れたんで、その100万レベルであるならば、別に小さいお店でも僕は商いできるよっていうところで、イオンモールを作る。逆に言うと僕は、あの、前の会社はそのちっちゃい恵比寿マンション604号から最終的にあの家賃150万でっかい2フロア借りてやりましたけど、結局でかくしてしんどくなったんで。 まあもう、あのー、ちっちゃいお店で、しっかりと小回り聞いて、しっかりと自分の生きていく、自由に生きていく分のお金はしっかり上げていくっていう、ここに収まりましたけどね、僕は。うん。だからまあ、その、会社規模でね、本当にその、従業員、本当、何十人、何百人いて、多くはとか、こう、それぐらいめ上,げ上げていかないとしんどいんだったら、それは僕の数では無理だけども、僕のビジネス、僕のビジネスがそこなので、 毎月安定してそれぐらい上がればいいっていう規模なので、まあ、まかり通るってことですねで僕の規模感覚で毎月1億は難しいですねだけど100万はできるっていう話ですねそれでいいんですよ、うん、僕の成功はそれでいいんで <laughs> 僕の成功は当時その怪しいレター見てうーんパソコン一台で100万っていうところが僕は成功なんでその成功を守っていくう 僕の基準で、いいと思うんでで、すねで。その僕の基準っていうのは多分多くの人が憧れてる基準なんじゃないかなと思います。普通に働いてたら100万すら稼げないですからね。うん別に上を目指さない僕は。もう年少100億は一切目指さないですね。はい、昔は年少100億目指してた時期ありましたけどもう、絶対目指さないですねうん。上は目指さない。現状維持です。現状維持を楽しむっていうのね、言ってらっしゃい。